ね、あの遠藤くんすごいよね、その代表数もそうだけど、でやっとは遠藤くんね、通称やっとって呼ばれてますけど、やっとは考えたらさ、小野伸二とかのね、あの代ですもんね。伸二がいて、高原くんがいて、稲本がいて、で小笠原くんね、だからアントラーズなの、それ小笠原くんいて、元山くんいて、中田浩二いて、で多分曽我畑くんもキーパーの同じ代だと思うんだよね。なんかあの時って J リーグで鹿島アントラーズクソほど強くて、それで今回入団する選手で、えこんなえげつないやつが通んのみたいな。もう小笠原はだってもう東北で有名だったし、でその時の高校サッカーの決勝はね、あの帝京のキャプテンだった中田くんと、で東福岡の元山くんがいて、でうわもうこんなえげつないメンバーで曽我畑くんキーパーもいてみたいな、あもうアントラーズだいぶ強いままだなみたいなね。あとジェフにいた酒井くんとかね、俺に顔が似てるしゃくれて一人の酒井くん、後にレッツ来るんだけど、酒井くんとか今何やってんだろう。あとまあバンドくんとかね、あのフォワードのあの辺とかもね、あの同じ代ですもんね。すごい代ですよ。でその中でも未だに A 代表で頑張ってるっていうかね、あんだけ存在感を出してるやっとはすごいですよね。もともとだってあのオリンピック代表みたいな年代別とかで選ばれてる時もレギュラーじゃなかったですし、あとあれはドイツ大会かね、ジーコのドイツ大会の時だって結局代表には選ばれるんだけど、レギュラーには定着しない選手だったから、ドイツ大会の時はね、1試合もピッチ上に出れなかったのはやっとだけだったし、そんなのにあんだけ A 代表のね試合数出てるっていうのは本当素晴らしい選手ですよね。なんかすごい特別足が速いわけじゃないし、体が強いわけじゃないし、スピードがあるわけじゃないけれども、本当頭のいい選手、技術がしっかりしてね、ああいう人になりたいですよね。よくわかんねえけどね、年下だけど本当尊敬しますよ。あ、そう、じゃあそろそろ